ちょっとね、これがね、この車、兄さんこの場所を知ってるかなと思って。場所、兄さんもよく車で走ってるじゃないですか。いろいろ走ってます。びっくりしたんですよ。何が？信号待ちしてふっと見上げた時に、うん、これ見て、これ見てください。これあれっぽいっすか？これびっくりしません？これえ、あれいやえー、ってなるでしょ。え、これ線路やろうよ。こんな状態なんですけど分からへんかな。後でこれまた写真だけ出しておくけど、びっくりしません？これ線路やろうよ。だろで、ここのこの信号、この赤信号で僕信号待ちしてたの、うん、でこれちょっと上見上げたら、で立橋線路あって、そこの上に人が立ってることやろ。これびっくりするでしょ。人やんなその状態やったらどうするんちゃう。今人形や。人形人形ちゃうよ。人形や。違うって。お兄さん見たってください。人やろこれ。絶対やって人形やって。おっさんおっさんおっさん、カバン持ってるよ。違うもん。そうですよ、おっさんですよ、これ。ほら、あ、これ有名な人やろ。有名な人やろ。有名な人ちゃうんだよ。いや、知ってる。いや、これも場所どこなんこれ。これね、まあまあ後で言いますけど、うん、ちゃんと言いますけど、うんうん、これね、うん、こう初めふっと見て、うん、この瞬間しか見てなかったんですよ。この瞬間この見上げたここ、はいはいはい、ほんならここに人が立ってて、うんうんうん、何これと思って、うん、視野をピャッと広げてみたんですよ、うん、視野をピャッと広げてみたら、うん、こうなるんですわ。こっちに。だから駅なんですよ、うん、今宮恵比寿駅なんやけど、屋根があるとこはここまで、うん、屋根があるとこがここまでで、うん、でこれでも、ホームは続いて、ホームの向こうので言うと端っこにおっさんが立ってるわけですよ。で屋根がないから、うん、下から見上げた時にこういう風にここだけ見せられると、見たらちょうど言うたらこれ分からん人、こう道路走っとって上に電車が通って、壁が低いっていうことかな。いや、うん、ホームがホームはここまであるんですよ。ホームはこっちまで、おっさんの立ってるところまで、で屋根はこの辺で切れてるんですよ。で僕が見た視野はここしか見てないからおっさんがなんかこのいやこれ前やったら向こうに飛び降りるんちゃうかとか思うでしょ。これえらい線路の上に立ってるとか、どこに立ってるとかびっくりするんです。初め有名なね、彼女やったら仕事近くあれやったらこの道路標識直そうとしてるこの形からしたら標識、こんなでっかい標識になっとるやないか。いや、この人小さいです。これはけどちょっと分かってみたらな、びっくりするでしょ。それびっくりします。僕もめっちゃびっくりします。じゃあ思わず写真撮って思ったんですよ。と思って。ほな、黒ちゃん、もしこの人は一人やけど、はい、何人かおったら何人かがそんな状態に見えると思ってました。何人かおったら逆にすぐ分かるわ。ああ、このホームやねん。そうね、この背が高々人形やっていうように、なんかこう寂しく佇んでるように見えるじゃないですか。だから余計にね、あっと思うから。いや、ほんとになんか、まあサラリーマンっぽい人がカバン持ってるような状態やから、そうなんですよ。びっくりしたんですよ。なんか不手際があって、ここから飛び降りようとするのかな。いや、そう思うでしょ、うん、そんな風にとか僕も思って、うん、何この人と思ったんですよ。ほんでちょっと視野を広げてみると、こうできかえって一人で突っ込んだっていう。なるほど。これひょっとしたら中で話題になってるかもしれない。どうかわからないですね。でもね、ひょっとしたらね、いいのは、いや、こういうのは、うん、こういう状態やったらな、はい、またなんでまたこの人が、まあ前の方で降りる駅に降りたかったんやろな。ほら、前の方に行ってんやろな。こっちが前なんか、こっちが後ろなんかもよく分からへん。あ、この駅やったら新快速止まるから、トイレ近いところに乗りたかったとか。一番端っこに取るやつでしょ。なるほど。これ JR? でしょ。何回？あ、何回か。あ、何回か。何回です。何回。ああ、さあ、この駅か。はいはい、これぜひぜひ皆さん一回行ってもらって、何回の恵比寿で、南恵比寿駅どっかなとこう行ってもらったら、あっと思う瞬間があるかも。逆に黒井ちゃん、これ行きかけやから、はい、午前9時になったら黒井がここへ立つ。いやいや毎朝絶対絶対そんな。なんかありがたい感じ。でもね、ここね、僕ね、しょっちゅう通ってる道なんですよ。でも今まで気づけへんかったから、そんなにこっち向いて人立ってないはずなんです。だってだから、こんだけ空いてる状態やったら、普通この、はい、ベンチに座って待っとこうと思うから、ね、まあね、そうですよね。だってこの屋根があるとこでも人おれへんねんもんね。それが一人でポツンとここに立たれたら、それはなんかびっくりするでしょ。びっくりする、びっくりする。そうなんですよ。これちょっと見てもらおう思ってね。何の発見や。こういう、でも発見ってどっか絶対みんなしてるはずじゃないですか。いや、してると思うな。そんなとこあるのとかね。おお、このとこ人おったとかあるやろな。
だから兄さんなんかやったらよく車でうろうろしてるから、うん、知ってるのかなと思って。この状況、いや、ここは俺あんま走ったことないから、これはこの状態知らんかった。びっくりしたでしょ。これはびっくりするな、みたいな。そうなんですよ、これぜひぜひ、ね、だって、もう車の道路の真上の状態やからな、これな、はいはい、これ一瞬だけパーンしたら、まあ飛び降りかなとか、でもうちーと思ってもうだから、ハロウィンとかなんじゃない。お化けの格好してませんよ、ね、全然。いや、外国の人がね、ジャパニーズサラリーマン逆コスプレみたいな。でもけど人形にもうまく見えるな。いやでもそれぐらいなんかこうね、なんかマネキンに服着てるように見えるわ。もうだから余計怖かったんですよ。なんかあるのかなちってここにピュッと置いて逃げたやつおるの。この写真の人見てたら一歩欲しいです、ね、また次こんな探してきますわ。ああ、こう思うんですよ。